はい、みんな中学2年生の数学、さっきの続きをいきたいと思います。3元をね、4番の括弧1に今度は式の値ってどうですかっていうのが出てるんですよ。式の値って何ですかっていうとね、文字式を、ね、数字入れてみたらいくつになりますか、代入してみたらいくつになりますかっていう話なんですよね。ほんでこんな問題が出てます。2括弧 x プラス y、マイナス3括弧 2x マイナス y、 こんな感じで出てるのね。これね、さっきの続きでマウスで分配しちゃうんですよ。分配しちゃいます、計算しちゃいますよ。すると 2x プラス 2y マイナス 6x プラス 3y、 マイナスとマイナスでねプラスになるよね。そして同類項をまとめます。これ今までと全く同じ、 2-6 でマイナス 4x、2たす3でプラス 5y。 さあここで与えられた数字を代入するんです。この場合は x がマイナス 2y は5だよって言ってるので、そこを代入、ここ掛け算だったよね。でここを代入するんです。するとマイナス 4× マイナス 2 プラス y は5だからね、 5×5、こんな感じになりましたよね。すると C2 が8でマイナス 5C ですからプラスになっちゃいます、8。そして5525ですのでね、答えは33。こんなような答えを出してくれれば大丈夫ですね。まあこの間も言いましたけど、どんな問題でもとにかく文字式を簡単にまで計算して、そして最終的に数字を代入する、そうすると出来上がりますよ。まあこんな感じでございます。さあそしてもう一つね、1回目の宿題で大変だったやつを出しちゃったんですよ。それでそこね、皆さんからねちょっと質問がいっぱいあった。それなのでそこをもう一回ここを繰り返して説明しておくね。偶数と奇数、特に奇数どうやって先生表現するんですか、文字で。こんなのがね話題になってましたので、ごめんなさいね、なかなかうまく説明できなかった。ですのでここでもう一回説明したいと思います。N を整数とすると、偶数っていうのはさ2の倍数だから 2× 整数になりゃいいんですよ。 2× 整数ね。なぜここで整数ね、整数っていうのに、ここね、整数っていう形で書くのかっていうと、例えばさこれね 2× ね、1だったら2になって、 2×2 だったら4になって、これ偶数が出てくるよね。でもさこれが整数じゃなくて小数で、ね、2×1.5 とかっていう小数しちゃったらどうでしょう。あれ奇数出ちゃうじゃん、偶数じゃないよね。つまりここは整数ってことが大事なんですよ。なんでここ整数と置くんです、いつもね、覚えてください。で整数の代表選手を N とした時にこれどうやって表現しますかとなったら、偶数は 2× 整数 2N と表現しましょう。これは 2M だろうが 2X だろうが、これは全然大丈夫、ね、この文字が整数だったらね。じゃあさ奇数ってさっき3って出しましたよね。これはさ2という数字に1足すと3になるじゃんすか。つまり奇数は偶数に1足しゃいいんですよ。それなので奇数だったら、例えば偶数に1を足したら奇数になるんです。それから例えば2から1引いたら1になるじゃないですか。これも奇数ですよね。1引いても奇数になるので 2n-1、 こちらでも大丈夫なんですね。こんな表現をしてあげます。それでは一つ追加しちゃってもいいかな。じゃあ連続する3つの偶数を表現しましょう。こうしたらどうでしょう。連続する3つの偶数ですよ。連続する3つの偶数はどうやって表現しましょうかっていうんですが、これねスタートを 2n にするとするじゃないですか。そしたらさ次がさ1足しちゃうと奇数になっちゃうので2足せないんですよ。ですので 2n プラス2、次も3足しちゃうとダメなんで4足しちゃいけないです。 2n プラス4、こんな具合で表現できます。じゃあ奇数のチャレンジね、連続する3つの奇数は
どうですかと言われたら、スタートを 2n プラス1としたら2個ずつ大きくなっていけばいいので 2n プラス3 2n プラス5、こんな形でちょっと考えてみてください。すると応用も可能かなと思います。ではぜひこれ使って頑張ってみてね。では